こんにちは。今日は収穫したフルーツをジャムおじさんのところに運んでもらってるよ。トラックの運転手さんにフルーツを荷台に積んでもらってジャムおじさんのところに運んでもらいます。じゃあ運転手さん、よろしくお願いします。ちょっと待った。運転手さん、そのトラックを降りてもらうか。そのフルーツは俺様がもらうてやるから、フルーツを置いていけ。あ、トラックが帰ってきたよ。運転手さん、もうジャムおじさんのところに届けてくれたんですか？バイキンマンが出てきてフルーツを取られただって？バイキンマンのやつめ。よし、バイキンマンの家に行ってフルーツを取り返してやる。ドキンちゃん、ドキンちゃん。なに、バイキンマン。ドキンちゃんのためにフルーツを収穫してきたよ。あら、フルーツ？わあ、こんなにたくさんのフルーツ。バイキンマン、これどうしたの？へへ、俺様が畑でちゃんと収穫をしてきたんだ。ドキンちゃんのために収穫してきたんだよ。あら、バイキンマン、ありがとう。じゃあこのフルーツは美味しくいただくわね。ドキンちゃんのために取ってきたものだからみんな食べていいよ。じゃあこのフルーツは私の秘密のティーカップの中に入れておきましょう。わあ、ティーカップがフルーツでいっぱいになったよ。じゃあこれは後で食べることにしようっと。いやー、ドキンちゃんにも喜んでもらえて今日はいいことをしたな。バイキンマン。あ、アンパンマン。さっきはよくも運転手さんからフルーツを取ったな。あれはお前のものだったのか。そう、めんどくさいな。今日こそお前に勝ってやる。それ、痛い。でもこんなんじゃ負けないよ。あ、その前にバイキンマン、さっきのフルーツはどこにあったんだ？へへへ、俺様がドキンちゃんにプレゼントしてやったぜ。あれはもともとバイキンマンのものじゃないじゃないか。でもドキンちゃんがすごく喜んでくれたからありがとうな、アンパンマン。じゃあ今度はドキンちゃんを見つけるよ。その前に、アンパン！あれ？そろそろフルーツを食べようかしら。ドキンちゃん、待って。そのフルーツはもともとバイキンマンが盗んだものなんだ。このフルーツはバイキンマンが盗んだものなの？じゃあこれはアンパンマンに返すわ。あ、ありがとう、ドキンちゃん。だって私、盗んだものなんて美味しく食べられないもの。じゃあこれはジャムおじさんのところに持っていくよ。じゃあ運転手さん、今度こそジャムおじさんのところによろしくお願いします。こそジャムおじさんに届けられたみたいだ。よかった、よかった。でもバイキンマンも人から取ったものをプレゼントするなんてひどいやつだ。みんなも人から取ったものをもらっても嬉しくないよね。だから誰かのものを取っちゃ絶対にダメだよ。それじゃあね、バイバーイ。